今最新のセットなんですけどもね、これ、原エリカが使っている水野の X の方ですね。僕は原ちゃんどっち使ってるか分かんないですけどね。シャフトはあの渋野日向子が去年使ってた、スピーダー747のこれ6ですかね、6の SR、僕は 10g 落ちる方ですね、それであのボールはあのクロムソフトを使って、だからヘッドは原エリカ、シャフトは渋野、ボールは川本優衣っていうね。5番と7番も同じ、水野の 2000X の新しいシリーズですね。それからこれは藤田プロのヤマハのリミックスですね。これねユーティリティ、これね22と25ですね、はい。本当はもっと下が欲しいんですけどね、ヤマハさんちょっとないんですよね。リミックスですね。シャフトはゼロスの8という、やっぱりこうちょっと軽めの仕様になってますね。こう引き締まりと優しさが融合してるんですね。先生で言うと、あの授業をサボってると、そんなことしちゃダメよ、そんなことしたら人生ダメになるわよって言って、でも具合が悪い時は優しい保健室の先生って感じここがね保健室なんですよ。ここはあの、ね、すごいこうあの打感も柔らかいし、この広いんですよ。病気になった時は広いの。その代わりこの感じはピシッとこう、変なことしたらダメよ、人生をちゃんとしなさいっていう、ちょうどこう間ですよね。マッスルバックだとちょっとまだ怖い、うん、打感はいいんだけどね、中間な感じがいいんですよね。あんまり優しすぎるとこう自分で甘えちゃうから。これあの健三さん、丸マンのね、あ、そう、僕があげたの、前のやつを。でこれが僕新しいやつで、だってね、ここに自分の名前入れられる自信のある人のウェッジですよ。入れられないでしょここに普通ね。なんかいいんですよ抜けが。僕開くの好きなんで、うん、これゼロバウンスって言って、まああの僕はちょっとよくわからないんですけども、なんかこう構えた感じも、まあこの感じもいいですね。この建造っていうで、こう抜くときにこの建造が見えるじゃないですか、こうバックから。あ、匠が磨いたウェッジだ。自信がバーンと。でね、こうなんですかね、難しそうに見えるんだけど、なんか抜けがいいんですよね。だからジョニオもやめられないって言ってました。ジョニオにね、52とね、58かな、部活活動のあげたら、あいつもいろんなところで中古の56とあと48も買ってきましたよ。46かな、健三さんのモデル、健三フル全部揃えて、これなんかいいですね。あと黒いっていうのがなんかね、いかにもなんか締まった感じで、でこう板見ていただけますか、こうちょっとプロっぽいでしょ、ここに板感がこう、ここだけ削れてるっていう。パターはですね、もうまた最新なんですよ、これが最近買ったんですよ、これがね。まあピンパターも使ってるんですけどね時々。これはほら、もうテクノロジーがほら、僕2ボールが好きだったんですよ、2ボールパターで69出してるんですよ、うん、でアニカ・ソレンスタのが好きで、アニカが使ってたんだよ。でこれね、あの CM でね、これとボールだけ持ってたんですよ、ボールこういうやつ好きで、 ERC ソフトだ、はい、でするとさ、ここにこう合わせてこうやると、なんかね、整体する可能性がすごく高くなるって言うんですよ、はい、一本線より、まあ、これは見逃せないなってやっぱり頼りたいでしょテクノロジーに。で青と赤って色好きなんですよ僕、だからすごい気持ちいいですよね、これこういうふうに構えて、で
整体させるじゃないですか、後ろから見てね。でこうやるともうなんかもう迷わないでいいんですよね。このままこう引いて打てばいいわけだから。それでまあ外れたとしたら自分の振り幅のだからタッチが弱かったとか、それから、ラインの読み違いで済むじゃないですか。この合わせが間違ったってことが一つ減らせるから。なんか気になっちゃうっていう人もいるじゃないですか。いますよね。もう白で打つって人いますよね、フィーリングで。僕はねもうラインが好き、もう大好きライン。もう昔ボールがここ4つぐらいあるやつ持ってました。プラスチックのね、こう偽のボールがこう立体的にこう、あ、3つだ3つ、こう銀座ゴルフで買ったんだよ。こんな長いの。キャスコのね、手入れて 3D でデータが出てくるんですよ。で特注で、そうで僕のオーダーして、サイズが22でね、親指は僕ね普通なんだけど、ここが全部ね短い。昔カデットっていうの買ってたんだけど、だからもうなんていうんですかね、もう全然余んないの。他のねグローブをねするとね、ちょっと余っちゃったりするんですよ、ここが。指が僕短いから。これだとね全然余んないですよ。もうそう、青木さん、こうグローブはね、やっぱりちょっと薄くてね、きついやつね、ワンサイズきついやつがギュッとこうやってね、あれでこう。でも今の選手はね、アゲンストでもね高い球打つね。